BTS は2ヶ月の兵役を経て、軍隊内での一連の写真でソーシャルネットワーク上で何度も波紋を呼んでいる。2023年12月中旬、最後のメンバー RM、ジミン、V、ジョングクの4人が正式に入隊し、グローバルグループ BTS は2年間の活動休止期間を迎えることになった。コミュニティに奉仕するシュガを除いて、BTS メンバー6人全員が現役です。あれから2ヶ月以上が経ち、防弾少年団の軍隊にいる写真が公開され、ソーシャルネットワーク上で嵐が巻き起こった。その中で最も謎に満ちているのは末弟のジョングクだ。最初の1ヶ月の間、彼は一度も顔を見せませんでした。軍隊番号59番のジョングクの画像がファンの間で広まった。2024年1月末、ジョングクとジミンは新人卒業式に一緒に登場した。そうして初めて、アーミーはジョングクの男性的で成熟したビジュアルを完全に見ることができます。ジョングクは兵役中にもかかわらず、最近カルバンクラインの新しいプロモーションビデオで世界のソーシャルネットワークを騒がせた。これは彼が入隊する前に完成したプロジェクトです。ジョングクはシャツを脱いで胸元を露出し、男髪の美しさが注目を集め、ファンを興奮させた。さすがグローバルアイドル、ジョングクは常に人々を熱狂させる方法を持っています。ジョングクと同様、V も12月に入隊したが、その前に IU とのメガボルト撮影を終えていた。1月23日、IU はミュージックビデオラブウィンズオールをリリースし、V のイメージを取り戻し、あらゆるプラットフォームに浸透した。V は韓国国民の妹と共に非常に成熟した演技スキルを披露し、ファンを泣かせた。ロマンチックなフレーム、V と IU の結婚式の写真も、最近ソーシャルネットワークで最も話題になった画像です。軍隊にいる間、V はファンに状況を知らせることを忘れなかった。ウェバースへの最新の投稿では、入隊後に 10kg 太ったという嬉しいニュースが自慢だった。中間報告します。体重は 72.5kg 増えました。また戻ってきます。忠誠です。V のシェアはファンをとても温かい気持ちにさせた。V は最近、カンウォンドチュンチョン市にある第二軍団総流部隊に配属され、指揮下で憲兵隊の特殊部隊として任務を遂行し続けた。以前、彼は首都防衛司令部の特別任務部隊 SDT に応募し、第一次プロフィール審査、第二次面接、身体検査に合格した。V の退院予定日は2025年6月10日です。顔を隠して隠れることを決めたシュガや、すぐに現れたジョングクとは異なり、リーダー RM は軍隊にいる間、最も頻繁に放送に登場しました。新人卒業式では RM も感動的なスピーチをした。最近では、BTS のリーダーも軍楽隊に加わり、サックス奏者としてデビューしました。赤いタキシードを着てトランペットを持った RM の姿がソーシャルネットワーク上で話題を呼んだ。多くの人が彼の物事を隠し続ける能力を称賛しました。彼は世界的な音楽グループのリーダーであり、才能あるラッパーであるだけでなく、サックスを演奏する方法にも精通しており、ファンを魅了しています。